普通のことが普通じゃないと知る。普通ってすっごく幸せだったよね、と思える今日この頃。当たり前のことが当たり前でなくなる今、当たり前に感謝しなきゃね。みんなでいると楽しい。自分が楽しければみんなも楽しいはず。だからみんながすっごく大切。だけど今はみんなに会えない。生きていればいろんなことがある。感謝の気持ちを忘れずに謙虚でいようね。心配しないで。雨の後には必ず晴れが来るから。